十日節へは、宮中で天皇が十日を見る正月の年中行事。十日の問い分けとも、5以上のものを招いて、縁も開かれた。男同化と女同化に分かれ、男同化は、正月14日または15日に、女同化は16日に行われる。なお、節へで行われたのは女同化であり、女同化が中世以降形式化しつつ続いたのは、 設置への式次第上筆だからである。元来は、党の風習であり、上限説に行われたため、日本でも、おおむね1月中旬に行われている。日本での党下の資料所見は、日本初期の自童天皇7年正月16日記事の、肝心党総動下である。俗日本期の742年1月16日の記事に、少年同女が党下を行ったとあるから、 この頃までには広まっていたものと考えられる。高校天皇の代まで、ほぼ毎年1月16日に、女同化が行われた。889年に、男同化が1月14日に行われてから、多くは1月14日に、男同化が行われたが、955年に一時、同化は中止される。 冷静天皇の代から再び行われるようになったが、983年1月14日に行われた当家を最後に、男同家は中止され、女同家だけが毎年行われるようになった。その間にも、1012年から約10年間までは、女同家も中絶した。その後、1519年以後、乱世が続くに及んで、女同家も衰退し、江戸時代には、 一しく形式化した。ただし16日の設置自体は、室町後期以後元日設へ1月7日の白馬設へと共に断続的に行われ、江戸時代に入ると原則として、正月三節会は行われるようになった。そして、女同うについても、在京随筆の5月3日上に、寿命院三位説として、1、10日設への時舞妓、 信大部と大天寺の次女と二人で、ルゴとなり、左章荒れ葉舞子一人もで、ルゴとなり、右剣剣持ち三尾物語称し、と記されるように、女官の下女が舞子、武儀、舞姫のこととして二人ないし一人で奉仕したのである。近世の儀式を描いた、九じ六くふによれば、平安時代同様神殿の南庭にむしろを丸く、敷いて、 そこを二人の舞姫が扇をかざして歩いている。ただし振り付け等の記録もなく、舞と言うべき実態を持っていたかどうかは疑問であり、むしろの上を扇で顔を隠したもカらぎぬ姿の舞姫が歩いただけと考えられる。現在では1月11日に、厚田神宮で、投日神事が行われているが、これは平安中期に廃絶した男同化の形式をよく伝えるものである。 厚田神宮には、鎌倉時代の資料が現存し、その頃には行われていたことがわかる。古くは、岩清水、八幡宮でも行われており、伊勢の五木の宮に関連する施設である離宮院でも1月15日に、陶下があったことから推測すると、神社から神社へと波及したものと思われる。男陶下は、正月14日または15日に行われる。14日、天皇は、 西梁殿東守差市南大島に出世し、内蔵量は陰綿を、作物書は、棉花室へをそれぞれ建て祭る。王、OK、家を召して、多くは長橋に円座を敷き散する。五図書は、五梁の酒魚を供して、内蔵量は王、OK、家に、これを賜う。当家の前人は、うこ人前提から落を奏しつつ、戦火門を入って定前に進み、三度終戦の後、 午前に至り、のりとを創上し、竹川を創する。この儀が終わって、舞人らは、当面南海から登る。ないし二人が左右からわ綿を分かち、ワゴンを引く者以下に、六位倉人が五連中からこれを捨て取りし、庭中でこれを引く。我が家を創し、北郎の都から退出する。源氏物語では、玉かずら、竹川町に描写がある。女どうかは、 正月十六日に行われる。天皇は奈伝に出御し、王 k 以下軍神を召し、酒船を賜るのは、元日世知へと同じで、一根果てて、くず歌笛を奏し、二根三根にして、舞子が四十人参入し、高架軌道の南端にあたって当面して立ち、舞子はさらに、都の西から分かれて進み、高架軌道の南端から東寄りし、地道を中にして分かれて、南に進み、 さらに北関する大輪を描いて回る。右めぐる一強にして、また左右に分かれて、南行しさらに内から北高して高架木戸の東庭にとどまり、東をもってして立って、歌曲を歌い、終わって退出する。共演が終わって、舞妓は中宮野に参入し、協力を賜うと、西の宮城、高家次第その他に詳しい。また、平安前期の、両雲州の、 笹川館歌人歌行政に、女どうかの舞姫の様子を、無料無数か庭に見つ心勇しく気も小さくして、風恥じらひと呼んでいてその華やかな様子が忍ばれ、年中行事絵巻も本には、平安末期の東歌節計が描かれている。東歌は、元来中国から来た芸能であったため、漢文の師匠に合わせて行われた。平安前期の毎年の男どうか、女投歌師は、 朝夜軍祭に記載され、また、平安京戦と直後の特例は、日本気略に見られる。ただし、男同家では、和語の歌謡である祭原も合わせて歌われ、また、ことぶきという祝とも行われた。これらの祭原と、ことぶきは、厚田大社の十日新時に伝習されている。10日の豊明からことばんく。ありがとうございます。